ジョゼフ・ライディは、アメリカの古生物学者である。ペンシルベニア大学の解剖学の教授として働き、後にスースモア・カレッジの博物学の教授となった。著書、ダコダとネブラスカの絶滅植物はそれまで記載されて、いなかった多くの種や北米大陸の知られていなかった種についての記述が含まれる。サミュエル・マレーによるジョゼフ・ライディの像、ジョゼフ・ライディは、 フィラデルフィアのドイツ出身の家系に生まれ、父親のフィリップは帽子店を経営していた。ママ母の協力もあり、画家になってほしいと願う、父親の反対を押し切ってペンシルベニア大学で医学を学び、1844年に学位を得た。解剖学を教える一方、1845年にフィラデルフィア自然史アカデミーの司書となり、1846年に 学芸員となった。1945年からグールドラの北米の軟体動物のための解剖と図版制作に関わり、後に生物学に専念することになった。1853年からペンシルベニア大学の解剖学の教授、1884年から比較解剖学と動物学の教授を務めた。ジョゼフは、 彼の仕事に興味を持ち機会があれば手伝ってくれていたアンナ・ハーデンと結婚した。彼らには子供がおらず7歳の孤児の女子アルイニアを養子として引き取った。後に彼女はペンシルベニア大学のフランクス教授の娘となった。ニュージャージー州のハッドンフィールドデータン層からウィリアム・パーカー・フォークによって採掘された恐竜の化石をハドロサウルスと命名したことで知られる。 ハドロサウルスは来たアメリカでほぼ完全な死が発掘された最初の恐竜である。ライディは初めてこの恐竜が二足歩行の姿勢を取ることができると結論付けた。その他にショートフェイスベアやダイアウルフやアメリカンライオンなども記述した。アメリカの著名な化石収集家のエドワード・ドリンカー・コープはライディの弟子であったが、 コープがエラスモサウルスの化石の復元において犯した誤りをオスニエル・チャールズ・マーシュが指摘したことから始まったコープとマーシュとの化石発見闘争は熾烈を極め後にライディモ自らが基礎を築いた西部アメリカの古生物学の分野から去ることになった寄生中学の分野でも先駆的な研究を行い1846年に専門が加熱が不十分な肉中の 寄生虫によって引き起こされることを解明し、1879年に北アメリカの炭水ネアシムシ類を出版した。化石の他に奇跡も収集し、後にスミソニアン博物館にコレクションを寄付した。スミソニアン協会では、鉱物学と地質学の講義も行った。犯罪捜査の分野で顕微鏡を使った法医学鑑定を初めて行ったことでも知られる。 容疑者の服やナタについた血の赤血球を顕微鏡で観察し人間の血であることを証明した。ライディは植物の学名で命名者を示す場合にジョゼフライディを示すのに使われる。ありがとうございます。